ほーやばい、めっちゃちっちゃい。皆さんこんにちは。世界一ちっちゃくなってしまった男です。でも安心してください。なんとこの世界ではね、毎秒ね、身長が高くなってくるらしいんですよ。やばいやつがいると。でこの人たちはこのサーバーにずっと居続けた結果、こんなに高くなれたと。俺の夢です、これは。見てこの人、もうなんかなんだこれ、もうポッキーみたいになってる。ポッキーがいっぱいひっついたみたいになってるでしょ。だから今日はポッキーがいっぱいひっついてる人間になりたいと。俺はほら見て、高さ1メートルぐらいになったね。これが通常の大きさみたいな感じなんだけど、こんなんじゃ物足りないと。見てください、これちっちゃいね、これね。ちっこいなお前ね。 Try me. もう俺もかつてそういう時代があったと。強く生きろ、お前は強く生きれば光が見える。もうなんか普通に言ってるうちに、見て、ちょっと見て、ちょっと超新系のロブロックスプレイヤーになってきたね。ちょっとね、顔見て、この顔。顔は関係ないとね、まあわかります。超新系のイケメンになってきたということで、なんかこれテレポートもできるんだけど、身長で生きる場所が制限されてると。で、この砂漠とかね、行くと、もっと高さが必要だと。ほらね、ダメなんですよね。お前はちっちゃすぎると。ちょっと気持ち悪くない？なんか。で、行ける場所が今ね、このオービー、サイズ比較できる、サイズ比較できる。行ってみましょう。すげえ！え、待って、やばいんだけど！このポッキーみたいな人、登ってんだけど！エッフェル塔みたいなやつ。あー、俺もちょっとポッキーみたいになってきた！もうな、ここまでに来る間にめっちゃ身長伸びてね。ちょっとすごいことになったぞ。でも大きさ比較でね。ちょ、見て、ほら、もうこれがね、ヌーブ。見てください、もうこれ。もう全然俺の方が高いと。5倍ぐらいあるね、身長ね。あ、この人よりも高いね。俺の方が身長高いね。はっていう感じで、もうドアよりも大きいし、車も踏み潰しちゃうと。ね、この変なトラックみたいなやつも踏み潰しちゃうというね。で、ヘリコプターももちろん。俺もうちょっとです。もうこれ家よりも大きいよ。これちょっと来たね。これ開けれる、これ開けれないの、入れないの、これ。あ、もう大きすぎて入れないと。友達の家に行きたいと思っても、もう俺は大きすぎて入れないと。なので、外で、待ってると友達を。悲しい人生。みんな中でゲームしてんのに俺は外で待ってると。あ、でも見て、もう屋根も余裕で登れると。でもワンチャン煙突から入れそうだけど、やめておきます。危ないので。次狙うべくは、この木だね。この木より大きくなって、ロケットよりも大きくなって、なんだこれ、クジラ？クジラよりも大きくなりたいね。エッフェル塔を倒したらすごくない？夢だね、それが。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。スピード変更できるんだけど、早くできる。おめめ！来た！気持ち悪い！エイリアンだ、エイリアン！宇宙人となった俺。見てください、これガンだぜね。身長圧倒的なスピードで伸ばしながら、圧倒的なスピードで、草原を駆け巡ってるというね。やばいやつ。なんかね、アスレチックもあるっぽいんですよ。来た！あれ、なんかちっちゃくなった。なるほどね。だからアスレチックの時は通常モードになると。で、見てください、皆さん、こちらね。このアスレをクリアすると、身長をもらえるっていうね、もう夢の世界よ。だからこれは 0.5 センチ ?0.5 メートル高くなる？なるほど。あ、いってるの、いってるの、いいね、いいね。だから俺も、これをクリアすれば 0.5 メートル高くなる身長が、あ、落ちてったね。でも、死ぬ可能性もあるというね。残酷すぎる。一緒に身長伸ばそう。だから、あ、これなるほどね。これね、あのね、回転式するやつね、これね。こういうぐらいだね。ちょっと上手すぎると。これは、お前。お前、俺だね。お、すごいことになってる。これあれだね。毒毒スタイルですね。この毒毒スタイルは、やばい、ゲップ出る、ゲップ出る。これ当たったら死ぬと。でも我々当たんないんですよね。一発クリアで身長伸ばしていくと。これ簡単だね。簡単すぎると。これ意外と難しそうに見て簡単なんですよね。俺レベルになると。そしてこの最後は、玉遊びをしていくというね。ちょっと怪しいね。ちょっと怪しいけど、ちょっと触れてはいけない領域かもしれませんね、皆さんね。でも、オッケー！見て！身長高くなったでしょ？待って、クールダウンあるんだけど。なんだそれ？はい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 。って皆さんね。高身長男が圧倒的なスピードで草原を走り回るのは皆さん好きですよね。あ、すごい、見て！俺結構高くない？あ、ちょっと待って、俺小顔すぎん俺。モデル体型。まさにモデル体型ですね。走り回ってたらなんと10メートル行ったので、砂漠地帯に行けるね。身長高くなると、こういういろんなね、砂漠とかに行けると、特に行きたくないけど、でも見てください皆さん。俺だけだと。見てよ、これ見て、なんか、もっこりしてる。だからもっこりしてる砂漠が好きな人は、とりあえず身長10メートルまで伸ばせば来れるようになると。これサボテンよりも高いからね、俺見てください、この。しかも小顔だっていうね。あ、もう小顔すぎん、俺ちょっと。俺、ちょっと小顔すぎるね。砂漠に来ても特にやることないので。あ、失礼ですよ、やっぱり。さっき 0.5 センチ、0.5 メートル上げたから、次これ、2.5 メートル上げれるよ。2.5 ってでかくない？これクリアしたらね、夢の高身長へと仲間入りですよね。こんな簡単だと。これ多分ね、ちょっとずつ難しくなっていくんだろうけど、俺を止められると止まんか、とね。皆さん思ってると思います。止められないんですよね。うますぎると。長年鍛えてきたから、あれはね。下は回んないけど、足は回るっていうね。ちょっと言葉遣いが上手いね。言葉の巧みな使い回し。こんなにさ、喋りながら難なくクリアする人見たことありますか？いません。このチャンネルの俺だけです。ということで、前太郎にぜひ清き一票。はい。高さ12メートル。
おお、もう頭がぶっちゃ当たってる。大丈夫かお前。天井に頭がね、のめり込んじゃうというね。やばい、ちょっと出れないんじゃない。あ、出れた出れた。やばいだろ、こんななんかポッキーみたいなやつが襲ってきたらどうする。みんなとりあえずこの世界でね、一番身長高くなりたいから一回サイズ比較してみる。あ、向いてみてみて。あー、ちっちゃいなお前ね。強くなれ、来いよ高見へとね、エースが言いました俺に。だから今、おお、でもでかい。うわ、なんだこれ、なんか怖いぞ。なんか怖いねこの人たち。なんかあれみたい、カマキリ。ポッキーを超えてカマキリになったね。あ、でも見て、ほぼ木と同じ高さだと俺。でもダメだね、こんなんじゃ足りないね。この人えぐくない？ポッキー、ポッキー三兄弟。やっぱアスレで身長稼げまくるしかないかもしれないよこれは。え、待って、これ 2.5 メートルじゃん。これ 7.5 メートルだよ。え、これやりまくればえぐいほど伸びないかと。これ15歳、これでも不可能って書いてある。あ、待って、硬い硬い。簡単中硬いってどういうことや。わかんないです皆さんね。この世界謎が多いからね。難易度の表現方法が硬いだと。え、何これ。あ、そういうこと。これ回ってくんだろうけど、身長のためなら。おー、これ鬼むすくないか。鬼むずいぞこれ。でも 7.5 センチ欲しい。 7.5 メートルか。いや、おー、行ったんだけど。すごくない？お前やばい。え、ちょっと待って、これ鬼畜すぎん。お前、Oh my god。いけるいけるね、いけるね、ここまでいけるんですよ皆さんね。アスレの申し子と呼ばれた男、ニョー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 。いや、身長 7.5 メートル伸ばせるのはデカすぎる。マジでいろんな意味ででかすぎるんだ。オーマイ。いや、え、これ無理だろ、これこれ無理だろ。ニョーニョーニョー。本当にできるの？ここさえね超えたらね。おー、いや、オッケー。え、これで、え、どうするのこれ。おお、おお、おお、やばい、落ちんなよ。ちょっと待って、どう、え、これ赤に当たったら死ぬよね多分。お前、何これ、どういうこと。どういうことだよ今の。今のなんだよ今の。でかいな、でかいな。諦めたら試合終了なんですよ皆さんね。諦めた瞬間そこで試合終了。お前もうね、あのね、人生ね、時には諦めることも大事だと。ね。ちょっとね、この黄色い帯、見てください。うますぎると。これなら余裕なんですよ。これをね、あ、お前、クリアしまくって、身長稼げばいいんじゃないかと。こんな感じで、20メートル超え、22メートル、えぐいて。あ、お前やべ、突き抜けてる。天井突き抜けてる。見て、もうロケットより身長高くなったし、あと25メートルあるから、雪ゾーンに行ける。雪ももっこりしてる。もっこりだね、ここね。非常に素晴らしいんではないでしょうか、皆さんね。こんな身長高くなっちゃったら、もうこんなの入れないと。踏み潰すしかできないと、我々は。なんと皆さん、見てください。この帯、クリアしたら、50メートル高さ50メートル超えになりました。おー、やばい。え、ちょっと待って、もうなんかバグって、頭のてっぺんからなんか出てきた。え、今俺サーバー1位、今サーバー1位俺。え、やばい、でかすぎる。さすが50メートル級の男。見て見て見て、もうね、え、クジラより大きいの俺。クジラより大きい。ちょっと待って、でなんかね、街に行けるっぽくなったのよ。俺しか行けない、サーバーで俺しか行けないマップこれ。超大型巨人だから、もうショップとかもぶち壊していけるっていうね。うえー、あ、やばい、あ、やばい、あ、バグった。はい、というわけで皆さんね、身長が50メートルを超えて、頭が小さすぎて超スーパーモデルにもなれたというわけで、今回ここで終わります。